l みなさん、こんにちは。こんにちは。三橋 t v のお時間です。この番組は月刊三橋会員の皆様のご支援によりお送りしております。 キャスターは私、高景のと三橋貴明です。三橋 TV は三橋貴明のブログ、新世紀のビッグブラザーへのエントリーを取り上げ、視聴者の皆様に経済を学んでいただくという趣旨となっております。皆様、ぜひともチャンネル登録をお願いいたします。はいチャンネル登録はこちらからお願いいたします。三橋経済塾ですが、はい、今月9月16日に篠原誠先生をお招きいたしまして、はい、第9回講義が開催されます。はい えー、形成史論ですが、現在、竹倉文人先生の人類学で読み,く、うん、読み解く、読みとく、縄文時代の土偶という特別コンテンツも超絶に面白い,いからね、これ、はい。<laughs> はい。掲載配信しておりますので、はい、ご入会いただければと。はい。思います。はい、あのね、前にね、三橋 TV にお越しになられた、はい。麦太郎さんと覚えてるはい。はい。え福島出身の。 そうなの <laughs> そこまでないんだけど、俺ごめんね <laughs>。はい。麦太郎さんが、あの、東洋経済オンラインに、すごく面白い、寄稿されてたんですね。税は財源じゃない。100人の島に例えて解説。債務が増えても国に力あれば危機じゃないという、そういうテーマなんですけど。はい。まあこれでね、なんかいろいろほら、みんなごちゃごちゃになってて、あの、債務とか債権とか、債権の権はチケットの権とかね。ああ<ー>、権の権とか、はい、私結構そこ定義、自分で定義して、はい。明確に使い分けてるんだけどね。 あまあ、全然あの余談だけど、そうするとちゃんと使い分けてるのに、その構成の人がですね、あ、これ字が違うっっ<ー> <laughs> 名ゃ分 <laughs> かって使ってんの分かって使ってんの、はいはい、そういうことあるんですけど、これ、この例、ね、あの、麦太郎さんの例がね、面白かったんですよ。はい。あの、通貨を流通させるにはどうしたらいいですかなんか、孫悟空が支配する100人の島なんだって。はい、はい。で、孫悟空はですね、めちゃめちゃ強いんです、唯一。はい。 で、なんか文句あるやついたらぶっ飛ばしちゃうんですよ。はい。それで、その、孫悟空はですね、円っていうのをね、発行することにしたんです。はい。で、ちょっとこれ毎年1円ずつ俺のとこ持ってこいと。持ってこなかったらぶっ飛ばすぞーって言ったわけですね。はい、でも、この時考えてみたらんですよ。<laughs> 誰も持ってないわ、円なんて。確かに。使ってないんだから、麦、はい、き郎が麦き郎じゃな孫悟空。<laughs> ちはい、孫悟空ですね。はい。ということで、まず孫悟空は、 その発行した円でみんなから財やサービスを買わないといけないでしょうと。うん、うんはい、贅沢品でいいですよ。はい。ちょっとなんか、ちょっと俺の家作れみたいなのとかね。はい。はい。何でもいいんですけど、ね。はい。ちょっと肩もめやとかですね。金払ってやるからと。その金は作るわけ。発行するわけ。はい、それで初めてみんなのところにですよ。こうやって貨幣が、円が,円が流通し始めて、それで年末に持ってくると。はい。いう形で回収されるわけなんです。はい。この仕組み理解したら、 税が財源ですって誰も言わないと思うよね、うんはい。だって後で回収してるじゃんと。まず払わないと話になるらな、はい。うん、で、どん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 ですね、孫悟空が商品になって、あこれなんか楽だなと。じゃあ、円。うん、<laughs> 円でってこうやって <laughs>。どん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 使っていくわけ。<laughs> うん、使っていくわけ。そしたらインフレになっちゃうよね。はい、要は財やサービスがあの足りなくなる。うん、だから孫悟空がちょっともう一軒別邸作るんで、ちょっとあ金払ってやるから誰か来いって言っても、みんな忙しくて、うんうん、すみません、作れませんって言ったら。うんうんはい じゃあ、10倍にしたらどうだって言ったら、じゃあやりますって感じになってくるでしょわかりやすいでしょはい。はい。そうすると、要は供給能力が足りなくて、需要が大きすぎる。今の話だと、孫国の需要が大きすぎるから、インフレ率上がってくじゃないですか。うん。と、まあ、物価が10倍になります。はい。そしたね、孫国どうするかというと、じゃあ、ちょっと、物価10倍になったんで、税金10倍。これで終わり。インフレ対策。インフレ対策っていうか、これで終わりですよ。うん。もうドバッと回収すると、前と比べてと。 で、そこでね、なんか、いきなり孫悟空がですよ。なんか、俺、ちょっと、暴君だなぁと。<お>みんなのためにいいことしてやんないといけねいなぁと思ったりするじゃん。はい、じゃあ、ここは、まあ、どうせ書くだけだからってことで、一人、100万円ってことで、えー、あれだね、給付しましたと。はい、はい。みんなあげるからと。うん。それやっても、別に、あの、誰も豊かならんからね。うん。だって、買える財やサービスが増えてるわけじゃないんだもん。はい。 ただ,物価が上がるだけで物、ね、円が増えたか円が量が増えただけだから。うん、それ経済成長と言わないかなと、うん、いうこと。だからその場合例えばその、まあ、これ日本の給付もそうだと思うんだけどとりあえず給付して配りましたと。まあ、日本は供給能力十分にあってデフレだから物が買われると思いますよ。要は買われない物があるわけだから。はい、それとまあ豊かになってると、うん、言っていいんですけどもそこで終わっちゃいけないですよね。 じゃあ、もっと生産するかっていうふうにみんなに思わせて、うんうん、それで投資が進んで生産性が上がっていったらですね、はい、これはまあ孫悟空はぶっ飛ばすぞ、ぶっ飛ばすぞ言ってたかもしれないんだけど、彼は名君と呼ばれることになるでしょう。う確かに。まあ、あの、後半は私があの創作したんだけど、前半麦太郎さんの気候に乗ってたんです。わ、はい、かりやすいでしょ、はい、これが貨幣ですよね、うん、ということです。でね、結局のところ、そのぶっ飛ばすぞって何なのかというと、はい、それは、えー、まあ、暴力ですよね。うん で、日本国において、その暴力、前、ま、で、あ、暴力って言いますけど、その暴力を独占してるのは何ですかと。まあ、警察と自衛隊ですよね。はい。あの組織としては。うん。で、私たちは税金を払わないと、はい。孫悟空にぶっ飛ばされるぞぐらいで言ったらいいんだけど、あの、逮捕されてしまいますから、自由を失ってしまう,すうん、うん。はい。はい。だから日本円使うんでしょうん。うん。わかりますでしょわかります。わかりますでしょだから、なんか日本で、 ビットコインが使われるようになるとか、中国人民元、デジタル人民元が日本を支配するとか、はい、アホかと。それだったら政府がビットコインとか元で、あの、超、超税。超税,税認めなくちゃいけないけど、うん、あの、レートが変わっちゃうから、そんなことやらんんですよね。うーん、はい、でも、もう、だから日本、でも、その国の通貨が使われないケースっていうのは本当にあるんですよ、確かに。例えばそれはね、うん、あの、これ麦太郎さんの記事の最後のうに載ってたんだけど、はい、例えばソマリア。 ソマリア。ソマリア内戦になりまして、はい、もうールが存在しなくなりまして、うん、調税する人いなくなっちゃった。ああ、どうしたんですかだから、もうソマリアシリングだったかな全く使われなくなりまして、はい、他の国の通貨が使われるようになった。はいはい え、その場合、そのシリングを持ってた人はどうするんですかそのシリングはどうなっちゃうあのね、シリング自体が外国の通貨に対して暴落するわけですよ。当たり前だけど。すると、持っててもしょうがないから。外貨に変えようとするじゃないですか。うん。すると、ますます暴落するんですよ。はいはい。でもそれはしょうがないんですよ。内戦やってるから生産ができないんだから、じゃ財やサービスどうするんですかいや、それは輸入ですよ。うん。まあ輸入もしくは外国から買うことになっちゃうでしょ。はい。だシリングなんて、ソマリアシリング持っててもしょうがないですよね。うん。だ当然暴落。はい。ってことになっちゃったと。 でまあそういうことはあるんでしょだから日本、ほら、なんか藤巻さんたちって、日本円は紙くずになるとか言うの好きじゃんはい。それそういうことなんだけど <laughs>、そうしたいの<ー>本当にそうだったら確かに紙くずですわ。つまり日本政府が徴税能力をなくしてしまったら、確かに我々は日本円使う必要がまずなくなりますね。 はい。その上に内戦とかが、混乱があって、はい、もう外国の生産に頼らずに得ないってなると、それは私だって日本円をドルとかに了解しますよ。うん、そう、日本円の価値バーって崩落してくる、ねはい、まさに紙くずになっていくんですけども、うん、はい。そういう状況を望んでるってことなんです。多分今のース以外はね、ない。はい。その日本円が紙くずになるっていう そりゃそうですよね。はい、そうだって、だって、つうか藤巻さんは本当さ、毎回言ってるんだけど、あなたさ、その日本へ紙くずになるって言うんだったら、マジでドルだけで生活してくれよと。日本国内で。はい、脱税で逮捕されてしまう。うん、<laughs> ということになっちゃうだろうと。はい。いうことなんですよね。うん、だから、例えば核ミサイルをバンバン撃ち込まれて、供給能力なくなりました。であっても、もしかしたら、日本円は流通してるかもしれない。うん、超税ってのがあると。はい。はい 政府が徴税権を失ったと。徴税権を失うことはないんだけど、徴税する存在がなくなるっていう意味で。さっきのソマリアなんかそうですよね。<ー>はい、無政府状態に。無政府状態です。無政府状態。そしたら、我々考えます、初めて。はい。なんか税金納めなくていいんだと。はい、という前提の上に、だったら外貨持つと安全だよなと。うん、自分の家族を養う上で。はい。だってこの、まあ、日本円持って行ったって、 どん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 価値下がっていくし、うん、買えるものが減っていくと。まあ、要は物価が上がるってことなんだけど。あ、ドルに変えてこう。ドルに変えてこうでみんながそれやると、どん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 、日本の価値が暴落していくという、はい、このパターンですよね、うんはい。あるいは、だから、まあ、ハイパーインフレーションになる国っていうのは、はいまあ、そういう状況ですよ。政府があったとしてもなるケースあるよ。例えば、ジンバブエとかですね。はい、ジンバブエは、あのー、 白人農場主を追い出しちゃって、供給能力暴落しちゃってですね、そこで支援し発行しまくったら、ハイパイフルになったけど、ドイツとハンガリーは戦争ですよね。はい、戦争と。でもさっきの,あのソマリアの例っていうのは、租税化平論と絡めると非常にわかりやすいから、むしろこれからそれで説明しようかなと。わ、うん、かりやすいでしょわかりやすいです,すいで、うん、なぜ私たちは日本円を使ってんですか、うん、日本円政府が調税するからです。じゃあ、使わなくなるケースは何ですか、うん、日本、調税する存在がなくなった時です。うん 調整する存在がないってことはさっきおっしゃったように無政府状態だから基本的には混乱しますでしょ、うん、それと財やサービスの生産できなくなってますよ、うん、ということは外国から買うしかねえなとということは日本になんか持っててもしょうがないなっていう状況が初めてそのあのそのそ局面になが出現するわけですよ紙くずになるって紙くまさに紙くずになると思う,うん、うん、でもなんか紙くず紙くず言ってんだけど、はい、藤間さんたちって 貨幣って、紙幣だけだと思ってるのがね。うん、確かに。ね。いや、紙幣って日本全国に、あの、流通してる日本円の紙幣って110兆円ぐらいしかないよ。あとは銀行。銀行金が1600兆円ぐらいあるわけだから、はい、デジタルデータなんだけどね。うん、まあ、多分ね、そこまで深いこと考えてないと思うんだよね。うん、考えてないと思います。はい。ということでございましてですね、この麦太郎さんのエピソードをお話ししたんだけど、はい、そのと、今の話において、債権、債務、債権者、債務者の話を、 ちょっと整理してくださってるんです、ゆうたろうさんが。はい、これ日本の場合ね。で、債券、日本へ、必ずしも現金制じゃないよ。銀行預金で払えてるんだから、あの、税金とか。この、逮捕しない、うん、逮捕されない、自由をもらえる券。うん、はい。現金、一万円札です。はい。例えばですよ。で、税として払ったら、自由を獲得する。うーん。うん、じゃあ、払わなかったら自由じゃなくなるんですかなくなります。うん。逮捕されますから、脱税。はい。 つまり、あの債権っていうのは、自由を獲得するための紙なんですよ。はい。一万円札は。債権者、もちろん持ってる人だよね。あの、よあの私が日本、えー、銀行券持ちたのは私ね。で、債務。債務って、これは、まあ、債務者はもちろん国ね。はい。国家、政府なんだけど、この債務は、日本円を税金として払った人に対して、自由、逮捕しないという自由を与える義務。はい。これが政府の債務ですと。はい。 分かった今の。分かります。すげーえー、難しいんですか債務。債務っていうのは何々しなくちゃいけない義務じゃないですか。はい、基本的には、貨幣の話で言うと、返済する義務ですよね。はい、これを債務と言います。はいはい、でも政府の債務は、返済云々んじゃないんですよ。うん、そうじゃなくて、あの税金を例えば、まあ、孔家さんが納めましたってなったら、この孔家さんを、美しい孔家さんを、俺は捕まえて、拘金し,して、牢屋に入れちゃいけないんだという義務を果たさなくちゃいけないんだ はい。はい。なんか、あの、そろそろなんか、せっ <laughs> やりすぎだとか、突っ込まれそうな気がするけど。<laughs> そういう義務なんですよね。はい、そういう義務を政府は持ってる。うんはい、ということで、我々はだ,けだから逆にあのおか、税金払いさえすれば、逮捕されない権利っていうのを持ってるとい。はい。いう、そういう認識になると思うんですよね。うん、そう考えたときに、その、国の借金は将来世代に付け送り、将来世代の付けの先送りとか言ってるけど、レベル低いでしょ。うん。はい ね、レベルが低すぎる。うん、はい。だから、国の借金でこれで言うと何ですかって、実はないってことです。うん、国の借金っていうのは。で、さっきの孫悟空の話もそうですよね。孫悟空は、円とかこう書いて、まあ、あの、なんか作ったのかもしれないけど、それで払ってます、と。はい。で、孫悟空に、なんか借金がありますかって言ったら、ゼロですよね。うん、ゼロのくせに彼は自分のために大豪邸とか作ってるわけですよ。はい、まあ自分で作ったわけじゃなくて、作らせてたわけ金払って。うん、ゼロで。 借金ゼロで。はい。ただし、毎年年末に1円ずつ納税するやつたちをぶっ飛ばしてはいけないという義務はあるよっていう、はい、これが国家の債務です。うん。真の意味では。はい。あるいは、あの、孫国の債務だと。うん。いうことなんですよね。どうでしょうわかりやすいです。わかりやすいですか、はい、多分、孝家さんは、もともと経済とか、その勉強したことはあまりなかったと思うので、スッと入ってくると思うんですよね。うん。でも固定観念があると、 なんか、いや、そんな、いや、そんなこと何言ってんだ、こっちは、借金は借金だろ、みたいな、はみたいな,なっちゃうんですよ。それはやっぱ貨幣のプール論みたいな感じ<う>なんですかうん。だから、どっかから持ってきて支出すると。もうこれ、前回の話とも絡みますけどね。はい、はい。だから、ど、ここを増やしたいんだったら、こっちを削らなくちゃいけない。それは家庭はそうですよね。うん。お家は。いや、そうした方がいいよって感じですよね。はい。はい。はい、でも、政府は、孫悟空、政府とか孫悟空は、まさに打つだけ、書くだけ。うん。で、好きなものを変える。 うん、もちろんその時に好きなものって言ってるのはあるものしか買えないから、ないものは買えないから、はい、だからそういう時にちゃんと、例えば政府が買いたいものがあるっていう状況を維持するっていうのが、これがメイクンであり、まともな政府だと思うんですよ。うんうん、はい。つまり例えば安全保障ですよ、ね。はい。だからつまり例えば日本政府は日本国民にエネルギーを供給するちょ、まあその義務を持ってます。うん、義務を持ってます。で、そのためにはいろんなところの技術開発しなくちゃいけないですねで。そういうものを買いますよ。お金は国際発行です。 ってやったとしますよね。はい。その時にもう技術者がいませんってなったら、おしまいでしょうん。どうにもならないじゃないですか。はい。あるいは、その、あの、国土強靭化ですとか、日本海国土軸ですってことで、大プロジェクトやりましょうと。やった時に、もう、建設業者がない。土木従事者がいない。うん、どんなに金発行したってできません。うん。はい。だからさっきの孫悟空の例で言うと、孫悟空と100人の島だと、一、はい、人100万円、おらー 給付じゃーってやったところで、生産される財やサービスが増えないんだったら、ちっとも豊かにならないです、うんはい。で、じゃあ豊かになるって何なのかというと、いつも私は所得が増えることって言ってるけど、もうちょっと突っ込んで話をすると、やっぱりこれは経済学の言葉で言う、効用が高まることです。一般的な効用が。はい、つまり欲しいものが買えること。うん、より良い,いものが買えること。良い,いサービスが買えること。はい。これが豊かになるって話だと思うんですよ。はい。だからこう考えた時きに、貨幣とか所得が存在する必要は必ずしもないよね。うん。 はい、もしかしたら将来 AI とかロボットさんたちが大量の財やサービスを生産してですね我々に送れると<ー> <laughs> するとじゃあ我々はな何をすればいいんですかと遊んでなさいと、うん、成り立つでしょ、はい、今貨幣も所得も出てこないですようん、うん、生産がちゃんとされてるわけだから,、はい、だから一応言ったけどこれ遠い未来ですからね、はい、実現するとしても資源制約っていうのがあるからどうしてもその遠い未来になっちゃうとは思うんだけどもはい。 でまあ、そういうふうに経済に突っ込んで考えていくと、もうそのまま、そのな突っ込むっていうか何でしょう。あの真っ裸にするって感じですね。はい、これだから真っ裸にしたんです、うんはい、そうすると、じゃあ一番大事なものは何なんですかっていうのが見えてきますよね。え供給能力そうですね。財やサービスを生産することができる力。はい、あるいは技術であったり、人材であったりと、うんで。そういうものに対して温かい社会を作る必要が。 あるでしょう、うん、例えば、前回、前々回か、出てこら,来られたカイさんみたいなトラックドライバーの方とかが、普通の労働時間で、仕事をしてるだけで、うん、みんなよりもたくさん給料、まあ、みんなよりたくさん給料というのはおかしいな。十分な給料をもらえて、はい、それで家建てられて、子供、あの結婚できて子供産めまして、大学まで行かせてあげられますよ、みたいな、そういう社会です、ねうん、それが実現可能ですからね。生産性を上げることによって。はい、で、あのカイさんは、 そのトラックドライバーさんとして、はいはい、まあ高速道路、まあ大型トラックあの100キロ走る、100キロ走あの、走、100キロで走ろうとすると、めちゃめちゃ燃費悪くなって大変なことになっちゃうんですけどもね。うんうん、まあ,あのそういう、まあそれが例えばできるようになりました。はい、でもそれだけだと結構怖いよね。うん、はい。トラック、大型トラックが100キロで失踪するって怖くない怖いですよね。はい、怖いですよね。ちっちゃい車からしてみたら。うん、と言いつつ私は100キロとか普通に出したんだけど。うん、はい。だったら、 その安全性を高めるための投資をしましょう。まあ道路自体もちゃんと変えて、それで、まあ別に自動運転まで行かなくてもいいんだけども、その安全性を高めるような投資をいろんな自動車なりインフラストラクチャにしていくってことやったらですね、そうしたら同じ人間がもしかしたら、例えば東京大阪間を大型トラックで200キロで走れると、時速。これは論理的には可能じゃないですか。しかも安全に前より。そうすると、あの、まあ燃費も良くなっているってことになると、そのトラックドライバーさんは、 いや同じ仕事をやってるだけなんだけど、給料2倍になりますよね。だって今までは、えー、例えば、えーまあ、4時間片道で戻ってきて終わりだったのが、2>, うん、2時間だから、2時間2時間2時間、時間時間下手したら東京と大阪間を2往復できるでみたいなね、うんうん。生産量が倍になってる、ね、そう、倍になってるの。うん、これがまさに実質賃金の上昇であり、生産性の向上ですよね、うんはい。そういうのをちゃんと踏まえた上で孫悟空がですね、はい、金を使うってことやったら、これはもうメイ君としか言いようが。 ないんじゃないでしょうか、はい、別に日本政府でもいいんだよ、うん、でもなん,なんでそういうことにならないかというとやっぱりその金ですよね貨幣についてあまりにも我々は重視しすぎてるうん、うん、思いますなんでかというとデフレでみんな貧乏だから、うん、ないから欲しいんですよ、うん、ないから授業しちゃうんですよ、うん ななななんかたただののアイテムみたいなもんなのになって思いますツールですよね、はい、実際はツールじゃないですかだからさっきも言いましたけど、うん、本当の意味での豊かさっていうのは紅葉が高まることだからちょっと安全保障のぞくよ<ー>今回は紅葉高まることだから紅葉高まるんだったら別に金なんかいられないんだよねはい、はい、もしかしたらそういう時代私が生きてる間に来るかもしんないよ本当ですかはい生産もサービスも全部ロボットさんとかドローンさんだとかやってくれるみたいな、うん で何、何か欲しいって言ったらピッと押せだけで、はい、それたビー、ドローンが運んでくるピッと。うん、お待たせしました。で、それど誰が生産したいのそこも自動工場みたいな。ってなった場合に、そんな貨幣なんていらんでしょう。という話になるでしょ。あ、じゃ一応言ったけどこれあれよ。あのこ、日本国内だけの話であって、はい、その、実際は、あの、外国ってものがあるわけだから、うん、安全保障上の理由から、その、そう簡単、そういうのを実現できませんけどね。はい え、その場合、その、国内の貨幣っていうのはどうなるんですか,かなくていいんじゃないおー、存在しない。えっと、逆になんでいるの逆に貨幣が。確かに。うん。え、政府が調税してるからじゃないんですかそう。いいポイントですね。それでまとめようと思ったんだけどね。は,はい。そう、その、その場合は、そこまでいったらば、多分、租税貨幣論っていうのは成立しないんじゃないかなと。うん。なぜなら貨幣がいらないから。はい。はい。我々がなんであの貨幣使うかというと、その、うん あの、要は公開の時に使う、使いますよね。売買の時に使うじゃないですか。うんはい、でも貨幣がなくて物買いますよってなった時初めて、その租税貨幣論っていうのは否定されるんじゃないかなと。だって別に貨幣配ったって、これが何すんのみたいな。はい。話じゃないですか。はいうん、いや、税金払うから、税金取るからですじゃあ入ってこう、返すだみたいな。はいうん、何をやってるんだって話になっちゃうわけなんですよね。うん、ということで今日はですね、麦太郎さんの、あの、東京、あ東洋経済オンラインの飛行を 中心にあの貨幣の本質とか税金の本質について話してみたんですけども、いかがでした YouTube では公開できない動画を概要欄でプレゼントしています。メールアドレスを登録すれば無料で見れますので、ぜひご覧ください。いつも三橋 TV をご覧いただきありがとうございます。ぜひ高評価とチャンネル登録もお願いいたします。 そして概要欄にはさらなるお得な情報があるので、はい、そちらもぜひチェックしてみてくださいね。